子ども救援カンパとは2009年6月から2010年2月にかけて日本教職員組合が貧困に苦しむ児童の経済的支援を目的として行った募金活動。2009年3月17日、日教祖は第152回中央委員会において経済的に困窮する児童とその家庭への支援に取り組むことを決定し、同年6月から 酸化炭素と共同で子ども救援寒波と題した募金活動を開始した。一方、日教祖の上部団体である日本労働組合総連合会は同年3月から就労自立支援などを目的とした雇用と就労自立支援寒波を開始していた。これを受けて日教祖では保護者への就労支援や雇用創出も 児童を困窮から救う重要な手立てであるとして集められた寄付金は維持への奨学金対応を行っている足長育英会と連合の飛ぶ太し寒波にそれぞれ寄付することとした寄付先については公式サイト上に以下の通り明記された寒波の死と子供救援寒波の死と足長育英会奨学金に寄付しますまた連合を通じて保護者の厳しい就労状況等により 学校へ就学できない子ども、外国籍、病気、障害のある子どもの支援、学生、青年に対する職業訓練、給食支援、障害者の作業所への支援などを行っている NPO 団体等へ寄付します。日本教職員組合、同行式サイト2009年6月3日付記事より、抜粋募金活動は2010年2月末まで行われ、 街頭募金や公式サイト等に掲載されたカンパ講座への振り込み、組合員からのカンパなどを合わせて1億7624万5418円が集められた。ここから、宣伝経費428万7021円と振り込み手数料2075円を差し引いた1億7195万6322円のうち、 7,195万6,322円が足長育英会に1億円が連合の飛ぶふとしかんにそれぞれ寄付された。日教祖からの寄付も含めた飛ぶふとしかんへの募金額は最終的に3億8,886万6,298円に上り、就労支援や就学支援などを行う NPO 法人等に助成金として交付された。 なお助成金を交付された事業のうち30事業は日教祖参加の炭素を通じて申請を行ったものであり、7事業では参加炭素が事業主体として直接助成を受けていた。子ども救援官派の最終報告が行われた直後の2010年3月18日、日教祖批判の急先方として知られる吉家広之参議院議員が参議院。 予算委員会でこの寒波を取り上げ、街頭に立ったりした教師は、育英会の活動にプラスになるとの思いだったことが、聞き取り調査でも明らかだと述べて、連合の飛ぶ太し寒波への寄付を批判した。同じく日教祖に批判的な産経新聞が、翌日の記事でこの発言を報じ、加えて日教祖参加の徳島県教職員組合が、 朝鮮学校に通う子供への支援として150万円を受け取ったことにも言及した。この報道を受けた一部のネットユーザーが日教祖による募金詐欺、横領だなどと主張し、匿名掲示板2チャンネルに複数のスレッドが立てられるなど批判の動きが強まった。排外的主張を掲げ必要な球団活動を展開する右派系市民団体の 在日特権を許さない市民の会とチーム関西は上記批判を聞きつけて徳島県教祖への抗議行動を計画した。2010年4月14日、両団体のメンバー19名が徳島県教祖の事務所が置かれている徳島県教育会館を訪れ、事務所内に侵入した上で、朝鮮の犬、募金詐欺、募金詐欺者、コラ、被告民、腹切れ、 国賊などと覚醒器を用いて、土豪を上げ、百刀番通報をしようとした、初期長の腕を掴んで妨害し、機上の書類を放り投げるなどの行為に及んだ。その後、メンバー19名のうち6名が、威力業務妨害及び建造物侵入容疑で、起訴され、懲役8月から2年、執行猶予3年から5年の有罪判決を受けた。残りの13名については当初、 起訴猶予処分とされたが、徳島検察審査会が不起訴不当の議決を下したため、控訴事項直前の2013年3月29日になって、さらに2名が起訴された。ありがとうございます。